はい、こんばんは。久しぶりにスマートフォンのお話をしたいと思います。スマートフォンをね、使っていると、置き忘れ、またはなくしたりすることが、あるかと思うんですね。それを、防止するために、スマートフォンを探してくれるアプリを導入したりしていましたが、なんと、Google の、標準のアプリで、このスマートフォンの居場所を教えてくれるというアプリがあるんですね。それをご紹介したいと思います。はい。ですね。ここに入れてあったかな。この、Google 設定というアプリがあります。この Google 設定、これタップして開いてみます。そうすると、Google 設定、接続済みのアプリ、Google プラス、プレイゲーム、位置情報、広告、アプリの確認、Android デバイスマネージャーという項目がありますが、この一番下、Android デバイスマネージャー、そこをタップします。そうすると、リモートでこの端末を探すというのと、リモートでのロックと出荷時設定へのリセットを許可ってあります。はい。この場合ね、一番上のリモートでこの端末を探す、Android デバイスマネージャーで端末の位置を表示しますってありますんで、ここ、タップしてチェックを入れます。はい。これで、スマートフォン側の、設定は完了です。あとはね、パソコンで、インターネットで、この Android デバイスマネージャーを開いて、このスマートフォンの位置を確認します。はい。では、パソコンを使って、インターネットで、スマートフォンの位置を探したいと思います。はい。先ほどの Android デバイスマネージャーにつなぎます。はい。SCL21 端末で確認していますと表示が出ます。はい、わかりました。ここにね、現在地が載ってますし、Google マップで、端末がある場所。自分の家にありますんでね、特に問題ないんですけれど、ここに、表示されます。で、その下に着信音を鳴らすというのが有効になってますんで、ここをクリックします。はい。着信音を鳴らしますか。端末の着信音が最大音量で5分間鳴ります。着信を止めるには電源ボタンを押してくださいとありますんで、はい。着信音クリックします。はい。端末が鳴りましたということで鳴ってますね。これ、電源ボタンを押しても止まらない。あ、止まりましたね。はい。これで、私のスマートフォンの場所がわかりました。本当この Android デバイスマネージャーを使うと便利が良いかと思います。はい。ということで、今回は、スマートフォンの居場所を探してくれる Android デバイスマネージャーについてお話をしました。一番いいのは、自分のスマートフォンをきちんと管理するということなんですが、いざ何かのために、Android デバイスマネージャーで設定しておくと良いかと思います。それでは失礼します。